こんにちは、コウジです。今日はですね、少し問題のある11年式ツインパワー C3000SDH が入ってきたので、その問題点を探ってみたいと思います。見ていただいてわかるように、非常にねハンドルが重たいんですよ。ただハンドルが重たいだけで、ゴリゴリやジャリジャリっていう感じはないんですよね。滑らかに回るんだけど、めちゃめちゃハンドルが重たい。で、この原因を探って直せるんなら直してみようかなと思います。95年から2005年ぐらいまでの間のシマノのリールの場合、ベールを起こした際にローターが回らないようにするためのパッキンがあって、でそのパッキンがゴム製なんですが、それがドロドロに溶けてハンドルが重くなるっていうことはあったんですよ。ただね、この2011年モデルのツインパワーの場合、そのような溶けるパッキン使ってなかったと思うので、原因はそこじゃないとは思います。シマノのスプールーケにボールベアリングが入っているタイプのリールは、そのボールベアリングを外すために極細の六角レンチが必要になります。ローターが外れました。ここさえ外せばなんとか糸口はつかめると思ったんですが、ここでね、非常にびっくりしたのが、見える場所にボディを止めているネジが一つもないんですよね。ローターの下側にも見えないし、でボディ側にも一切ネジの頭が見えないんですよ。これはねちょっと困ったなっていうことで、じっくり観察しています。ボディを開くネジが見つからないので、一旦ワンウェイクラッチを外してみます。ワンウェイクラッチを外しましたが、ハンドルの重さは変わらないですね。ということは、原因はワンウェイクラッチにはないということになります。続いてピニオンギアを外してみます。で、このピニオンギアを外した時点でハンドルがすごく軽くなりました。ということは、このピニオンギア周辺が原因の可能性が高いですね。で、この状態でね、他の部分がゴリゴリしたりジャリジャリしたりすることはないので、この周辺さえ直せば問題なさそうな気はします。で、ピニオンギアからボールベアリングを外そうとした時に、このボールベアリングが全く回らないことに気がつきました。ピニオンギア自体にも結構ねくっついちゃってる感じで、でそれをグリグリと外そうとしたんですが、ベアリングがね回ってないんですよね。なので、このベアリングの固着が回転の重い原因じゃないかなっていう感じですね。クラッチに当たる部分のリングも少し固着した感じで、外してみたら錆びてましたね。ボールベアリング周辺も錆びているようで、なかなか抜けません。パーツクリーナーをかけてみたら茶色い汁が出てきて、もうこれはダメですね。完全にボールベアリングが死んでます。で、そのボールベアリングの上にあるワッシャーも、銅のワッシャーかな、これもう錆びちゃってますね。ここからは多少力技でボールベアリングを外してみます。運よく少しぐらついてきたので、そのままグリグリしてたら外れました。完全に固着していなくてよかったです。ボールベアリングを拭いてみたら、次々と茶色い汁が出てきます。これはもう完全にアウトですね。これをきれいにクリーニングして使おうとしても、多分ジャリジャリなリールになってしまって、使い物にはならないと思います。で、手持ちのボールベアリングのストックを漁っていたら、交換で使えそうなボールベアリングを見つけました。NSK 日本製鋼の 687ZZ1 というボールベアリング、性能としては申し分ないです。続いてボディ内部まで腐食が進んでいないかを見るために、ボディを開けていこうと思っています。ただね、ネジがちょっと見つからないので、
まずローラークラッチ下についていたパッキンから外しています。ここでね、なんだか怪しいゴムキャップを見つけました。予想通りキャップの下にはネジがあるようで、そのネジがリールボディのテールキャップにつながっていそうです。予想通りラバーキャップ下のネジを外すことでテールキャップを外すことができました。で、このテールキャップを外したところにボディを止めているネジが1本見えました。とりあえず見えたネジを外してみますが、それだけでボディが開くわけはありませんでした。あと2箇所はネジがどっかにあるはずですよね。で、いろいろ観察しながらあちこち精密ドライバーでツンツンしていたら、1箇所簡単に外れる樹脂パーツを見つけ、そこを外してみました。するとそこにボディを止めるネジが2本出てきました。見えたネジを外していきます。このね、外から1本もネジが見えない作りっていうのは素晴らしいですよね。職人かたぎな感じがしてすごく好きです。ここでようやくボディを開くことができました。前のオーナーさんが定期的にグリスを補充していたのか、ボディの中はグリスがたっぷりでした。で、そのおかげかピニオンギア周辺は錆びていたのに、ボディの中に錆びは見られませんでした。水没などの様子もありません。特に問題なさそうなので、真っ黒なグリスを拭き取って新しいグリスを挿して軽く掃除する程度で元へ戻したいと思います。ドライブギアも真っ黒なグリスを拭き取ってみたらものすごく綺麗な状態でした。これはね、いい状態を保ってますね。その他の部分もものすごく綺麗でしたので、グリスアップして組み立てていきます。なお、この手のリール分解動画は分解するまでは結構皆さん見てくださるんですが、組み立てていく部分は結局分解した手順を逆にやっていくだけっていう感じなので、飛ばされることが多いんですよね。なので組み立て手順はもうそのまますっ飛ばしますって喋っている間に組み立てがもう完了しています。で、見ていただいたら分かる通り、もうものすごく軽く回るようになりました。で、ガリガリやゴリゴリもないので、このままね、まだまだ使っていけそうかなとは思います。そんな感じで今回の動画はおしまい。なお、この動画はリールの分解を推奨するものではありません。真似される場合は必ず個人の自己責任のもと行うようにしてください。真似して分解した結果起こりうる全ての事象について私は責任は持てません。以上です。